はい、皆さんこんにちは、NSR ガレージです。今回は淡路島一周していこうと思います。神戸市民のリゾート地淡路島なんですけども、僕は年に2回ぐらい淡路島に来るんですけども、毎回ね、玉ねぎを大量に買って帰るんですよね。なんで、車でしか来たことがないんです。で、今回、人生初のバイクでの淡路島上陸になります。で、淡路島を回る方向なんですけども、海側を走りたいので時計回りに回っていこうと思います。で、行く場所は、道の駅淡路行って、洲本行って、夏のパラダイスっていう変な場所があるんですけど、そこ行って、道の駅渦潮ですね、鳴門海峡ですかね、で、伊佐奈神社行って、淡路島インターから帰宅っていうプランで行こうと思います。他にもいい場所がいくつかあるので、紹介もしていこうと思います。この明石海峡大橋に入る前のトンネルなんですけど、なんかね、ここが結構好きで、ちょっとトンネルから抜けた瞬間にこう大きな橋が見えて海が広がるのが結構好きで、ちょっとワクワクしますね、毎回。はい、明石海峡大橋ですね。これね、僕の父方のお墓が、淡路島にあるんですけど、子供の頃から毎年お盆に淡路島に来るんですね。で、明石海峡大橋がない頃はフェリーで、車乗せて来てたんですけど、確か、須磨から1時間ぐらいかかったと思います。で、行きは空いてるからいいんですけど、帰りなんですよね。帰りのフェリーが地獄で、夕方の6時ぐらいにフェリー乗り場に着くと、もうすぐに車の行列ができてて、毎回ね、フェリーに乗るのが10時ぐらいかな、夜の10時ぐらいだから、だいたい4時間ぐらいは待ってましたね。車の中でずっとゲームボーイしてましたね。ゲームボーイとあとなんかちっちゃいテトリスみたいなのがあったんですけど、それをやってた覚えがあります。で、この明石海峡大橋ができてから淡路島に行くのがすごく身近になりましたね。だいたい三宮からだったら30分あれば淡路島まで来れるんじゃないですかね。で、明石海峡大橋を過ぎると、すぐに淡路インターに到着です。なんかこの日ハーレー乗りのイベントだったみたいで、淡路インターにめちゃくちゃハーレーが止まってましたね。じゃあまず最初に目指すのが道の駅淡路ですね。ちょうど明石海峡大橋の真下にありますので、明石海峡を目がけてまた走っていきます。着きました。ここでは淡路島の名産品の生しらす丼が食べれますので、生しらす丼食べたいと思います。洲本方向へ、向けて走行しています。洲本にめちゃくちゃ美味しいたこ焼き屋さんがあるので、そこに行こうと思います。はい、たこ焼き屋さんに着きました。ここのたこ焼きはたこがめちゃくちゃ大きくて食べ応えがあります。ぜひ淡路島に来たらここのたこ焼き食べてみてください。はい、じゃあ謎のパラダイス行こうと思います。